んこんにちは、船岡美咲です。今日4月6日は茨城ロボッツの新本拠地アダストリア水戸アリーナがいよいよオープンします。今日はその新アリーナの魅力をたっぷりお伝えしたいと思います。この日に行われるこけら落としイベントに向け、水戸市内は早くから大盛り上がり。街中に巨大広告やのぼりがたくさん掲げられていました。アダストリア水戸アリーナに到着しました。こちらが茨城県史上最大となる5000人収容の新アリーナ、アダストリア水戸アリーナ。あの有名な偕楽園からもほど近いこちらのアリーナの魅力について代表の山谷さんにお話を伺いました。この新アリーナの魅力についてお聞かせください。はい、まずですね、立地が水戸の中心部にあるということですね、はい、あの市街地、まあ、歓楽街の近くにありますので、試合の後に飲みに行ったりとかですね、お食事をしたり楽しむことができるなと、まあ、偕楽園とかも近いのでいろいろ観光地も巡れるというところが一つですね。で、施設としては席がですね、いろんなレイアウトにできるというのは特徴的なので、うん、まあ、バスケットボールに適したようなこう一周囲むような形が、まあ、できるというのがあります。で、またその座席にですね、一つ一つカップホルダーがついてますんで、まあ、お飲み物もあのこぼさずに置くことができるというところですね。照明とか音響もかなりいいものを入れていただいてますので、いろんなまあバスケットボール以外のイベントにも活用ができるということをですね、そういった形で多目的に利用できるというのがこのアリーナの特徴だと思います。実際にこのアリーナ山谷代表ご覧になっていかがですか？はい、そうですね、まあ、席の色も青で統一していただいたということもありますので、こうロボッツのホームゲーム色が非常に強く出ているだと思いますね。今日の試合ももちろんですし、はい、これからどんどんこのアリーナがロボッツを盛り上げてくれることを期待しています。はい、ありがとうございます。まあ、あのロボッツだけじゃなくて水戸市全体、茨城全体をこのアリーナを中心に盛り上げていきたいと思います。待ちに待った開場時間、続々とファンの皆さんが会場内へと向かっていきます。グッズ売り場にやってきました。ここには茨城ロボッツの応援グッズがずらっとたくさん並ぶんですが、特に注目なのがこのスローガン T シャツです。そしてこちらのマフラータオル、さらにはこのメガホン、そしてロゴペンライト、こちらはなんと色が変わります。ぜひ皆さんもこの応援グッズを持って会場で応援してください。そしてこちらは B リーグスタンプブース。このブースでスマホやタブレットにデジタルスタンプを押すと限定グッズなどがもらえるキャンペーンに参加できます。ぜひ足を運んでみてください。ドローンディスプレイを使ったショーが始まりました。光と映像の融合、こちら B リーグ初めての演出です。会場では茨城ロボッツのスターティングファイブの紹介が間もなく行われます。選手全員がコートで気合を入れます。ここで水戸市の高橋康市長にお話を伺いたいと思います。このアダストリア水戸アリーナ、そして茨城ロボッツに期待することは何でしょうか？はい、スポーツコンベンションをはじめ、会議や、コンサートや展示会など、さまざま利活用していただいて、街のにぎわいに、つなげていただければというふうに思ってますし、茨城ロボッツはとにかく勝って B1 昇格していただいて、子どもたちや市民に大きな大きな夢を与えていただく、そういう存在に成長してほしいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。まもなく午後6時、いよいよオープニングゲームが始まります。
サイド詰めていた、どうだ、キュッと窮屈なところ、最後はさあここはどうだ、遠目から来た、こちらも3で応戦です。もういいわけですねこれはね、はい、どうだ、ラマート腕が綺麗に伸びていた、高橋裕二、あーこれも来ない、間際だ、ここでブザーが鳴りました。地区首位の群馬が地区3位の茨城をリードして前半が終わっています。この新アリーナで初めての試合オープニングゲームなんですけれども、このアリーナの雰囲気はいかがですか？本当に最高です。音がもう全然違うのですごくいいです。観客数、音、演出、すべて最高です。こんな体育館を水戸に作ってくれてありがとうございますって言いたいぐらいです。他のチームの他県のブースターの方にやはりどんどん水戸に来ていただいて、どんどん水戸の地域活性にもつなげてもらいたいと思います。今日応援してみての感想はいかがですか？すごく盛り上がってるし、光とか音響さんとかももうすごくて、感動してます、はい、応援とかもみんな気合入ってて、こっちも頑張りました。どうでしたか？これからも来たいと思ってランダロでタクスパワープレーだー、追いついた、ついに群馬を捉えた。さあどうした、福沢いいですね。Bリーグの大川チェアマンにお話を伺いたいと思います。この新アリーナいかがですか？はい、もう水戸の、ね、駅からも近いし、ね、すごくいい雰囲気ですよね。素晴らしいと思いますよ。今後の、ね、チームのお手本になるようなアリーナですね。こういうアリーナがチームに与える力っていうのは大きいですよね。今日の試合象徴してますよね。決して最初調子良くなかったんだけれども、ファンのこの声援でね、後押しされるし、本当に一体感が持てるアリーナだと思いますね。さあここで時計が動き始めます。バックタウンからマニバー、決めました、よく決めました。新アリーナのオープニングゲームは延長戦までもつれ込み、惜しくも茨城ロボッツは敗れました。この後実際にプレーを行った選手の皆さんにお話を伺いました。新アリーナでの初めての試合でしたがいかがでしたか？本当にたくさんの、方に、見守られて、試合ができたことで、また5000人超えたことっていうのはすごくこう自分たちの中でもモチベーションになりました。茨城県の、バスケット、スポーツが本当に盛り上がってきたんだなっていうのを肌で感じましたし、本当にこう茨城県全体に本当に活気だったりだとか、本当にこう僕たちが茨城県民のために、バスケットを通じてこう夢だったり希望だったりっていうところを拡散できる一つのこう集う場所だと思っているので、しっかりと、自分たちの、与えられた使命っていうのを、果たしていきたいと思います。歓声の度合いというのも今までよりも全然比にならないぐらいすごかったです。結果が負けてしまったので、そこだけが本当に残念でしたけども、延長行った時の歓声などは本当に今でも残っています。作りもすごいおしゃれですし、すごいかっこいいなとも思いますし、音響も照明もすべて本当に今までと全然違うなというのを感じました。それでは最後にこのアリーナに足を運ぶ方にメッセージをお願いいたします。はい、僕たちはこれからこの、新しいアリーナでできるだけ、勝つ試合を皆さんにお届けしますので、これからも、たくさんの応援を、していただけたらなと思います。はい、お送りしてきましたアダストリア水戸アリーナの魅力、皆さん感じていただけましたでしょうか？ぜひ会場に足を運んで体験してみてください。バスケットライブ